どうもこんにちは、 NTM ラダーフレームチャンネルです。めちゃくちゃ風強いですね。本日は、新型スペーシアカスタムで、プチオフロードをやってみたいと思います。今日は海に来てみました。こんな感じです。プチオフロード、まあ風が強い。今日はですね、雨が降ってるので何しようかなと思ったんですけど、そうだ、スペーシアで、川じゃなくて海に行ってみようと思って海に来ました。ちょっとね、単独なんでスタックしないように頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。じゃっ、それではちょっと、僕のバスケの道具を紹介します。こちら一応ね、冷やかしなんですけど、サンドラダーって言います。これね、単独で、例えば体格スタックって言ってね、スタックっていうのは専門用語で、まあ穴掘っちゃって動けなくなっちゃった状況になった時のことを言うんですけど、その時に、ちょっと役に立つのかなと思って持ってきました。でですね、今回チャレンジしたいのが、ボコボコのそこまでひどくない、砂とかですね。あちらに見えますね、あちら、ああいう砂とかちょっと、やってみたいなと思ってます。まあ仮に、スタックした場合は、サンドラダーでなんとか抜け出そうかなって考えてます。まずは下りから行ってみたいと思います。恐ろしいですが、よいしょよいしょよいしょ。おっと、前輪が滑ってきた。ちょっと滑ったぞ。あ、滑った。急な角度が伝わってきます。はい、終了しました。マジで心臓バクバクでした。いやー、本当にまあすらないだろうとは思ったんですが、全く、そうですね、することなく、どこもすってないよな。どこもすらずにちゃんと終了することができました。ここはすったわけじゃないもんな。これは引っ張れる。で、ここですね、今下ってきた場所になります。これ角度ね、結構急ですよ。これこうやってね、引いてみてみると分かるんですけども、かなり急です。でですね、下りだったら肉でもできんじゃないかなと思うんですよ。で、あとはね、怖いのが、ここが真ん中がちょっとだけもっこりしてるので、このもっこりだけがちょっとお腹に触んないかっていうことは心配だったんですが、まあなんとかね、全然触ることなくクリアできたので、今度はまあできないかなとは思うんですが、上りちょっとチャレンジしたいと思います。ここね、一応タイヤの跡下ちょっとだけ埋めといて、それでは、逆に残りですね、行ってみたいと思います。よし、地べたにベタ置きしたんですけど、なんとか、カメラで撮れるっぽいので、こちらでちょっと登っていきます。そうですね、はい、
こちらですね、前が、フロントは別に刺さってるわけじゃないんですが、タイヤの方がもうゆっくりと滑り始めたので、ダメだということで、ギブアップしたいと思います。ここはね、視聴者の方はね、もっとやれよーって思うかもしれないんですけどね、いやーそんなにはちょっとできません。納車したてでボコボコはちょっと勘弁してくださいって感じで、次のスポット行ってみたいと思います。はい、続きまして、僕の方で思いついたのが砂ふかふかちゃんです。ここ砂ふかふかちゃんで埋まると大変です。こちら行ってみたいと思います。はい、シートベルト OK。 それでは砂ふかふかちゃん出発します。砂ふかふかちゃん頼みますよ。おお、順調だな。これは順調だぞ。お、いけるいける、いけましたね。 OK だ。これならこのままクリアできる。よし、なんとか安全スポットまで行ったぞ。すいませんね、視聴者さん見えてないですよね。はい、砂ふかふかちゃん通った場所こちらになります。モコモコです。結構ね、これ肉眼で見るとめちゃくちゃボコボコしてますよ。結構怖いです。本当に止まったら終わりだなっていう。こっちもすごい怖いな。じゃあ、今度は違うルートを変えて、行ってみましょうか。そうだな、最初から最後まで映せるように行きましょう。ちょっと遠いんでね、引きですか。ちょっと見てください。よいしょ。よいしょ。毎度のことながらドキドキします。ああ、怖い怖い。怖いよー。だから終わりだ。あ、でも結構止まってもいけそうなぐらい。よし、それでは、愛車チェックします。果たして吸ってしまったのか、大丈夫なのか。大丈夫だな。見えてなかったか。はい、大丈夫でしょう。綺麗です。綺麗なスペーシアちゃん維持しています。はい、維持してますよ。草っぽがついてる、いいね。はい、無傷で生還。はい、続いてポイントを変えましょう。ちょっとポイントを変える前にちょっと一服させてください。コーヒーの飲む時間をください。いやー緊張する。はい、ですね、私ちょっと今疑問に思ったのが、視聴者さんがさっき走ったところがちょっと平らに見えてしまうんじゃないかと思ったんですよ。で、ちょっとここの感じ、ふかふかな感じとか見てもらいたいなと思って、こうやって撮影してます。どういうとこ走ったのかってことで、うん、まあ、あの車高でここは普通走らないだろうっていうところは一応走りました。あのね、ちょっと比べようがないかな、分かりにくいと思うんですが、横から見ると輪立ちが見えるから分かりやすいかな。どうでしょう、いい感じじゃないですか。
はい。じゃあ逆に平らな道路取っちゃいます。平らな道路どんな感じか。はい、こちら平らな道路になってます。はい、こんな感じです。だいぶ差ありますよね。でこぼこ。まず、ここにスペーシアが踏み入れるところではないと。普通ならそう思うでしょう。だが、こちらは、スズキ。ジムニーを作っている会社、侮るなかれよ。素晴らしいじゃないか。スペーシア君の足跡、力強い。まだ作りたての私だ。はい、余談はさておき、次の場面に行こう。さて、これから、カメラの位置をフロントバンパーにくくりつけた状況になってます。少しね、路面状況を見ながら、スペーシアがどういう場所を走っているのか、観察の方をお願いいたします。少々走行動画になります。
い、こちらで、終了になりますが、丸一オフロードスペシャルカスタムで丸一オフロードどうでしたかでしょうか。スタック最後してしまいまして、でサンドラダー入れたところでちょうど終了になりますが、楽しんでいただけましたでしょうか。では果たして、丸2話で、脱出できるのか、どのようにして脱出したのか、父親呼んだのか、ハイラックスサーフをお嫁さんに持ってきてもらったのか、はたまた自分で脱出できたのか、はい、このような感じで、今回の動画は終了させていただきたいと思います。それでは、続きをお楽しみください。それではラダーフレームチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録または高評価よろしくお願いいたします。それではまた。グッド。ラダーフレーム。